皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語は超苦手な人の高校受験音読英語の16回目、今回は問題練習の1回目として実際にいろんな問題を解いてみます。今まで勉強した文法、現在形、現在進行形、そして一般動詞の過去形で、can の入っている文章と be 動詞の文章と、これについての問題を解いてみます。1番、括弧に入る正しいものを選びましょう。括弧1、 May I 括弧 to cake please、 May I 括弧 to cake please、 で後ろに電話でと書いてありますよね。電話で誰々さんをお願いします。これ決まった言い方がありましたよね。まず選択肢を見ていくと、 A が speak、 E が speaks、 三単現在がついていると、 U が spoke、 過去形になっていると。でも決まった言い方、 May I speak to 誰々と、これで誰々さんをお願いしますと、こういう言い方になっていましたよね。ですからここでは A の speak、May I speak to Keiko please、 Keiko さんをお願いしますと、こういう意味の文章になるわけですね。 May I speak to Keiko please と。2番です。たけし up at 6 yesterday、 たけし up、ね、at 6 yesterday、 こういう文章ですね。選択肢は A が get、 三単元の S がついています。で E が gettingね、ゲットに ing がついた形ですね。これは現在進行形の文章で使う形で be 動詞 ing という形を取りました。で、うが got、 これはゲットの過去形ですよね。ここに入るものを選ぶ時のポイント、一番後ろの yesterday です。 yesterday、ね、yesterday というのは昨日ですよね。昨日というのは過去のことですから、動詞は過去形になっています。ですから選択肢の中で過去形になっているのは U の got、 これですね。ね、たけし got up at 6 yesterday、 たけし got up at 6 yesterday、 ね、こうなるわけです。3番、 My sister 括弧 15 years old、 My sister 括弧 15 years old、 私の姉は15歳ですというふうに言いたいんですね。選ぶのは am、 is、 are、 この be 動詞のこの3つの中から選びます。 be 動詞というのは主語によってどれを使うかって決まっていましたよね。主語が I の時だけ am を使いました。で、主語が you、 または主語が複数形の名詞になっている場合、この時は are を使って、それ以外の単数形の名詞の時、これに is を使ったんですね。ここで主語を見てみると my sister、 ね、my sister になっています。私の姉は、ここ s がついていないので一人きりってわかりますよね。一人の時には is を使いましたから、この i、 is を選べば正解ということです。 my sister is 15 years old、 my sister is 15 years old、ね、こうなるわけですね。4番、Mary is the piano now、 Mary is the piano now、 こうなっています。選択肢は play、 playing、 played、 play は原形ですね。 playing は現在進行形の時使うと、 be 動詞、動詞の ing の時使うという形ですね。で、 u は played、 ed がついて過去形です。これ now があるので、ね、過去形じゃないんですよね。ですから U は選ばなくていいということがわかります。で、2つ選ぶんですけれど、ポイントとなるのはこの Now というところと B 動詞があるというところです。と、 B 動詞があって Now があるので、これ現在進行形の文章じゃないかなということがわかります。現在進行形の文章は B 動詞、その後ろに一般動詞 ING ですから、Iが入れば Mary is playing the piano now、 Mary is playing the piano now、 Mary は今ピアノを弾いているところです。
ね、ピアノを弾いている途中でまだ弾き終わってないよと、こういう意味の文章になったわけですね。5番です。 Can can かっこ English well、 Can can かっこ English well、 ね、can が入っている文章ですね。 can で何々することができるって意味でしたね。さて選択肢は A が speak、 原型ですね。 E が speaks、 三人称単数の S、 三単形の S がついている形です。で、 U が speaking、 現在進行形で使う ING がついている形ですね。で、ここでポイントとなるのは can です。 can は助動詞という種類の言葉でしたね。この can が入っている文では動詞は必ず主語が何であろうと原型を使うと、こういうルールがありました。原型というのは何もつかない形、ここではあの speak になりますよね。ですから答えはあで speak、 Ken can speak English well、 Ken can speak English well、 Ken は上手に英語を話すことができますと、こういう文章が完成したわけです。ではここで一番終わったところで、この正解の文章、私が2度読みます。皆さんはこの2回目の時ね、私と一緒に英文を音読してください。ね、音読しながら文法をどん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 覚えちゃっていきましょう。具体的にはじゃあどうやるかというと、1番、May I speak to Keiko please? May I speak to Keiko please?まあ、ちょっとゆっくりになっちゃいましたけど、まあ、普通のスピードで2回読みます。その2回目の時、私と一緒に読んでください。では行きます。1番、May I speak to Keiko please? May I speak to Keiko please? 2番、Takeshi got up at 6 yesterday. Takeshi got up at 6 yesterday. 3番、My sister is 15 years old. My sister is 15 years old. 4番、Mary is playing the piano now. Mary is playing the piano now. 5番、Ken can speak English well.Ken can speak English well. では、2番に行きます。今度は否定文を作りましょう。こういう問題です。否定文を作るとき、一般動詞では、主語の後ろに don't、doesn't、didn't、ね、これを入れましたね。doesn't は主語が三人称単数のとき、ね、didn't は過去形の文章のときに使いました。これに対して be 動詞とか、助動詞の can が入っている文章、 B 動詞とか助動詞のうちに not を入れて is not とか can not という形をとって否定文を作りました。ではこれを使って否定文を作っていきます。括弧1 I play the guitar, I play the guitar. 私は普段ギターを弾きます。これ現在形の文章ですよね。これを I 括弧 play the guitar、 これ一般動詞の文章ですから、don't とか doesn't とか didn't どれかをここに入れればいいわけです。ですからまず選択肢の中に運があるんですけど、 I'm not と be 動詞はありえないんですね。じゃあこれは選んじゃダメなんです。そうするとじゃあ、 あの didn't とか you know don't とかどちらかと、これ今現在形ですから過去形を表す didn't は使えません。と残っているのは don't ということで、 I don't play the guitarI don't play the guitar. 私は、ギターを普段弾きませんと、こういう否定文が出来上がったわけです。括弧2番です。Mika is reading a book now.、ね、Mika is reading a book now. Mika は今、読書をしているところです。本を読んでいるところです。これを否定文にすると、Mika,括弧 reading a book now. Mika, 括弧 reading a book now. こうなりますよね。ここでポイントとなるのは、B 動詞の is があることです。この B 動詞が入っている文章、 B 動詞の後ろに not を入れたら、ね、否定文になったということです。で選択肢は A が doesn't、 I が cannot、 U が isn't ですね。 is not の形じゃないので A の doesn't は消えます、ね、cannot も消えますよね。で isn't、 これはどうでしょう。これは is not を短くした形、これ is not が短くなっているんですね。ですから is not と同じ意味なので、この U を選んで Mika isn't reading a book now, Mika isn't reading a book now、
ね、これで正解になるわけです。ではこちらも同じように否定文の作り方音読しながら文法を覚えちゃっていきましょう。ここではまず私が元の文章 I play the guitar を読みます。で否定文って言ったらその後2回否定文を読みます、ね、I don't play the guitar I don't play the guitar 2回読むので、この2回とも私と一緒に音読してください。ではいきます。 I play the guitar 否定文 I don't play the guitar I don't play the guitar 2番です。 Mika is reading a book now 否定文 Mika isn't reading a book now Mika isn't reading a book now どうでしたか。今回は問題練習の1回目でさまざまな問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。